はい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 、はーい、おはようございます。髪の毛もうね、ピンクシャンプー、カラーシャンプーはやらないと思う。これ一瞬だけね、まあ普通元はハイブリーチなんですよ。で、そのピンクシャンプーをシャッて入れて、色が入れない、入りたくないからすぐに洗い流したの。でもこんななっちゃって、今これ落としてきた感じなんですけど、すぐに色ついちゃうの。フィオーラカラーシャンプー、こちらピンクは、まあピンクが好きな人はおすすめですけど、私はピンクが好きじゃないのでおすすめじゃない。はい、だからね、今日ピンクになっちゃってるから、メガネもピンクにしてるんです。はい、でね、アッシュカラーシャンプーのアッシュバージョンがあったこと知らなかったんですよ。と思って、俺いつもパープルでやってたんですよね。ピンクとパープルしかないと思ってて、パープルやるとパープルの次の日か次の次の日ぐらいに、アッシュになってるんですよね。でもアッシュがあるんだってこと知って、じゃあアッシュだったらそのままアッシュになるじゃん。いいじゃんと思って。はい、そんな話でごめんなさい。最初1分前置きを取っちゃいました。今日のお話は、まだサブチャンネルではお話してないかったと思うんですけど、負荷こそ最強っていうお話をしていきたいと思います。この概念をちゃんと頭の中にインストールしておくことができれば、ずっとつなぎ止めておくことが、記憶にちゃんとね、怒りが下ろすことができれば、めっちゃ人生が簡単になるね。簡単になるかな。なんか負荷ですよ。今言ったのは負荷こそ最強です。負荷をかけることが重要ってことです。負荷、違う言葉で言うならばストレスとかも全部言い換えられますけど、全部そうなの。肉体も脳みそも全部一緒。負荷をかけて、適切な負荷をかけて、それを回復させて、あ、これ前にも喋ってるな、けて回復したら超回復してて、元の自分よりも強くなってる。それは筋肉のメカニズムも一緒でしょって言ったら、俺筋肉と脳みそしかないと思ってたんですよ。最近は心肺機能もそうじゃんと思ってて、自分が負荷こそ最強ということを、認識をしっかりでき始めてから、それができるような感じになってきた。だからなんか、ランニングの時とかも、ああ、辛い辛い、ああ、辛いっていうような感じの時だったら、したら、ああ、ちょっと孤立よくやっちゃおうみたいな感じに行くのが普通だったのが、負荷こそ最強っていう怒りが下ろしておくことが、記憶にね、留まっていることができれば、あ、このきついのだからこそ俺の心肺機能はもっともっと、向上するんだと思ってやる気が上がっていくんですよ。だからこれって全部のことに言えませんか。いろんな負荷とかストレスとかありますよね。それっていいものに捉えることができるってことですよ。すげえ最強じゃないですかそれね。辛いこととか恐怖だったりとか違和感だったりだとかね、嫌なことだったりだとか、いろいろあるじゃないですか。辛いことだったりとかね、そういうものが捉え方によってプラスになる。なんか普通の感じになっちゃった。最高じゃないですか。これインストールした方がいいです。いつも毎日、自分は頭の中に思い浮かべられるようになりました。負荷こそ最強。負荷だって嫌だなと思うことに突っ込んでいきたくなっちゃうんですよ。それ最強じゃないですか。それでその上でその成長が、筋肉が鍛えられるわけですからね。嫌なことに対する筋肉が鍛えられる。めっちゃ超強くなりますね。テンション上がってますよ。はい、負荷こそ最強です。終わります。